首都圏の美術館情報をお伝えする美術館へ行こうです。今回は港区にある2121デザインサイトで開催されている単位をデザインの視点で捉えた単位展をご紹介します。今日は単位展をご案内します。単位というと数学や科学などのイメージがありますが、今日はデザインやアートの視点でも楽しめる展覧会になっています。早速中へ入ってみましょう。お願いします。すごくおしゃれで素敵な建物ですね。はい、ここはデザインをテーマにした展示施設です。年に3回ほど企画展が行われそうなんですよ。今回はデザイナーや建築家などのチームが1年以上かけて企画をした展覧会なんです。最初にご覧いただくのはオランダ人のデザイナーヘルムート・スミッツのこちらの作品です。これは彼の子供の身長がちょうど1メートルに達したことをお祝いする写真なんです。ケーキも1メートル、横にあるブロックもちょうど1メートル。お祝いの仕方がとてもユニークですよね。次に単位を体験するコーナーをご紹介します。まず単位を目で見てみましょう。綿棒やコーンなど物自体は違いますが、すべて同じ1キロになっています。同じ重さでも違った印象になりますよね。はい、不思議ですね。次にあちらで重さを体感してもらいましょう。はい、ボールはすべて同じ大きさなんですが重さが違うんですよ。500グラムとこちらが1キロ。あ、確かに目で見る以上に差がありますね。こちらは濁点を1グラムとし、すべての言葉の重さを比べるコーナーです。家庭と仕事だと家庭の方が重かったりと、なかなか意味深く考えさせられるところもあります。自分で言葉を選んで計測することもできます。お、降ってきた。さあどうかな。重さが、あ、出ました。さあ、10グラムもスミレが重いんですね。続いて壁際をご覧ください。ずっといろんなものが並んでいますね。そうなんです。壁に沿って身近なものが並んでいますが、実は1センチ刻みで100センチまで物が大きくなってるんです。本当だ、少しずつ大きいですね。よく探しましたね。こうして見るとアート作品にも見えますよね。最後にこちらの作品を体感してもらいましょう。はい、大住さん、少しずつ前に出てみてください。はい。おお、あれれれれ、わー、これは画像を構成する単位であるピクセル、画素を体感できる作品です。前に進むと画素数が落ちていくので画像はどんどん粗くなります。映像の表現方法を目で見て感じることができるんですね。今日は単位展ご覧になっていかがでしたか。普段目にしている身近なものにも重さや長さという単位があって、そこに改めて着目してみるとこんなにも面白いんですね。家族や友達みんなと共有したいですね。デザインやアートなどさまざまな視点で表現された単位を会場で体感してみませんか。この単位展は5月31日まで2121デザインサイトで開催されています。以上、美術館へ行こうでした。